はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、今回なんですが、皆さんは双剣大蛇、七星竜炎という史上最強モンスターをご存知でしょうか。これ、正直双剣と当たってもなんか、なかなか出てこなくないですか。なんか、毎回双剣デッキと当たると、大体バロネス出てくるんですよね。バロネスか、まあ、翔英さん。なんか、竜炎一応実装されたのに、なんか誰一人使ってないんで、マジで。まあ、結構効果自体は割と強くてですね、相手がモンスター特殊召喚成功するとそいつを、そのうちの1体を選んで除外して戦略ダメージっていうのと、あと魔法トラップカードの効果が発動すると除外して戦略ダメージっていう効果があるんだけど、結局無効にしないからこういうの人、まあ、エルドレッチとかにはワンチャン強いかもしれないけど、じゃああんまね、なんかあんまなんだよねこいつ。なので今回はこのモンスターを私ロイヤル加工出ましたので、まあ、このモンスター救っていこうと思ってまして、このモンスターで俺勝ちたいんですよね。このなんかバンダメージで勝ちいいなと思って、今回はですね、何をやっていくかっていうと、先行で、相手のライフポイントを、1200以下にしまして、相手のライフを1200以下にすると。ほんで、相手が何らかのカードを発動した時に、竜炎さんの1200バーンが入って、勝つっていう、もう竜炎キルを取りたい。これをね、今回はやっていきたい。そんな風に考えてます。で、一応ね、前回の、シャチデッキ。この自爆神チャクチャルワっていう、史上最強の自爆神がいるんだけども、これを使った時に、使ったギミックをちょっと応用しまして、チャクチャルワ君と、あと自爆超神官っていう超官で、ライフポイントめっちゃ削れるんですよ、相手の。一応、自爆超神官の効果で、自爆神出したら相手のライフ3000できますんで、これで相手のライフ3000にして、で、自爆神着地アラの効果で1200番受けてもらって、で、竜炎巻き込んで、1200番与えて、竜炎からの知性竜炎で、相手のライフ残りなんかも600くらいにして、ほんで、相手お前カードを使ったら1200番当たるからっていうプレッシャーを与えるっていう。これやっていきたい。そういう風に考えてます。普通に双剣で別に使ってもいいんですけど、双剣デッキでこいつ俺使ってみたんですよ。マジで出さない。ほんで、バロネスと、翔英しかほぼ出さないから、なので、まぁ、ちょっとこいつはね、もう特化して、こいつでワンキル取るっていう、デッキにしてきたので、まあちょっと展開をね、ご覧いただければなというふうに思っております。見た目はめっちゃ好きなんですけどね、こいつ、かっこよくない？これ。かっこいいでしょ、これ。こいつがね、闇落ちするとこうなるんですよね。あまりにかっけえ。まあ誰も使ってないけど、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。クソゴミカスソリティアの種来てんな。ティアースケールとかいうぶっ壊れモンスターがあるぞ。ワンチャンじゃねえか、これ。展開取るかな。ティアースケ召喚、一角銃はあっても確か、装備カード結構いっぱい出たはずだからいけると思うんだよね。ティアースケール発動。手札1枚墓地を振る。はい。で、ダスティー墓地を振る。で、ダスティー効果発動。ハンドは、ハンドはね、多くないといけないから、まあ、これ除外数字でしょ。はい。これ持っていきますか、一応。あ、いけるね、多分。あ、いけるね、いけるわ。で、サイレントブーツ特徴が。で、2体の新速モンスターをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン。あらあらろ。セクシーの追走、イゾルデ。リーク召喚成功時、効果。7かの戦速モンスターを持ってこれるという効果。これで、カイデンを持ってこれる。そして、イゾルデの効果を発動。やっぱ、あれですよね、ハリファイバーがいなくなったら、もうなんか、イゾルデくらいしか残ってないんじゃね、あれは、ソリティアのお供はもう、多分と思うけどな。どうだろう。週末の騎士を特殊化していく。そして、週末の騎士の効果を発動するぜ。このね、ムーブティアスケール来ないと動き出せないのでティアスケールデッキだから20枚ぐらい積みたいんですけど、ちょっとですね、若干初動枚数足んない問題が結構あった発生しましたね。はい、まあ、そこがちょっと難点でありますね。でファントムナイツサイレントブーツの効果を発動。サイレントブーツの効果によりデッキからシェードプリガンダイを持ってきて除外されたからティアスケールが墓地から舞い戻ってくる。クソゴミカスソリティアを見せていくわな。でレベルが違えモンスターでリング召喚現れろ。パズロミノとかいう誰やねん魔法使い族モンスター。ここは魔法使い族モンスターであることが大事。そして魔法使い族モンスター含むモンスターをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン現れろ。
くよ。セレーネ、こうだぞ。カウンターをめちゃくちゃ置くぜ。そしてカウンターを取り除いて自分の手札墓地より魔法使い族モンスターを特殊召喚することができる。これによってさっき墓地に落としておいた召喚層サモンプリーストを特殊召喚。サモンプリーストは手札を1枚墓地に送ることにより魔法カードをデッキから魔法レベル4のモンスターを特殊召喚できる。これによってダークドリアードを特殊召喚。ダークドリアードの効果、特殊召喚に成功した場合、デッキトップになんか地属性モンスターと、水属性モンスターと風属性モンスターと炎属性モンスターを置くことができる。これはまあ何でもいい、正直後からまあどっちにしても持ってるから何でもいい。そして、順番はまあこうしといて、そしてシェーブリをセット、シェーブリ効果、自身を特殊召喚。そして名称が異なるモンスター2体以上もうリンクマーカーセット。さあキットコンバイン、あらあらのサリュージャースカルゼット、こうだぞ。うわー4枚ドロー3枚戻し、うわー最強。はい、これでね、あの引いてしまったやべえモンスターをね、後でねあのデッキから引っ張ってくればいいんで戻してね。さあそして剣道スプリット回転発動し、イグライトマスケット発動、そしてペンデラムスケール2から9、つまり3から8のモンスターが同時に召喚可能。デロ魂のペンデラム、天空にかけ光の枠、ペンデラム召喚、現れろ俺のモンスターたちよ。ダークドリアド、そしてパンダ、パンダ、そして、パラディオンと、それから、マギストを出して、そして、カイデンの効果を発動、ペンデラム召喚が行われるとスケールが持ってくるぜ。そしてスカルデットの効果、スカルテの効果により打点が上がり、さらにドラッグドリアドの効果、またデッキトップに、カードを置いていくぜ。各属性のモンスターをね、まあ、ちなみにこれはまあもうスカルテでドローできないんで、あれです、置くだけ、地属性以外はまあ何でもいい正直。さあここでレスキューフェレットを実質サーチって要求をしていくぜ。デジマメはレスキューフェレット、そしてマギストスの効果、マギストスはフィールド上のカードを1枚を破壊し、カードを1枚ドローするという効果を持っている。そして、カードを1枚デッキに戻すため、これで剣道スプリット回転を戻ってもらう。さらにパンダマンの効果発動、パンダマンの効果、マジックカードを1枚をゲームから除外することによりデッキから通常モンスター1体を特殊召喚できる。あらろウォータースピリッツはっ、そして、ウォータースピリットをと、パンダ以外、これでリンク召喚、シンクロ召喚、あらあらろ、暴天光、そして暴天光、シンクロ召喚成功時効果、デッキから流星カード1枚を手札に加えることができる。これによって、炎流星春芸を手札に加え、そして、暴天光の効果、自分のデッキから流星モンスター1体を、墓地、源流族モンスター1体を墓地に送ることにより、で、その墓地を送ったモンスターのレベルと同じレベルに自分がなるという効果、これによってレベルを4にしていく。そしてそれじゃあパンダの効果発動、このカードの効果によりさらに魔法カードを1枚ゲームから除外し、デッキから謎のダンシングエルフを特殊召喚、そして暴天光、うるせえ、暴天光とダンシングエルフでシンクロ召喚、あらあらガーデンロスメイデン、ほっ、これはまあフィールド魔法さしていけば何でもいいんですけどね。さあそしてガーデンローズメイデンと暴天光の効果がそれぞれ発動。ガーデンローズメイデンは、シンクロ召喚に成功した場合、ブラックガーデンをサーチ、さらに暴天光はシンクロ召喚になって墓地を送られた場合、デッキから流星モンスター1体を特殊召喚できる。これによって炎流星春芸を特殊召喚、レベル4のモンスターが4体来るぞユーマ。ああまあ打点がかかるのもうるさい。そしてパンダマンとシュンギエとマギストスとダークドリアード、すべてのモンスターを使ってエクシエンス召喚、あらあらろ改ざん機ダランペッシャン、エクシエンス召喚成功、地効果発動、オーバーレインヒットは4つ使い、デッキからマジックトラップカードをサーチすることができる。これによってダークオカルティズムとかいうガチで意味不明なカードをサーチさせてもらうぜ。割と意味わかんない。そしてダークオカルティズムの効果を発動、ダークオカルティズムの効果により手札1枚包丁クリーデッキから自爆超新刊を手札に加えていく。そして
サルージャースカルデッドの効果を発動。自分の手札よりレスキューフェレットを特殊召喚。そしてサルージャースカルデッドの効果により打点4かかり、さらにフェレットの効果、自分もデッキに戻すことによってレベルが6になるように、リンクモンスターのリンク先にモンスターをデッキから特殊召喚ができる。これによってシンクロフュージョニスト、そして美式、さらに原獣機オライオンを特殊召喚。打点が全員アップしていく。そして原獣機オライオンとシンクロフュージョニストでシンクロ召喚。アラロルイキューピッド、そしてルイキューピッドの効果とスカルレットの効果、さらに自分の墓地に、送られた、シンクロフュージョニストと、それから、オライオンの効果全てを発動していく。圧倒的最強シンクロフュージョニストの効果によりフュージョンカードをサーチし、さらにオライオンでトークンが生成される。どうだこの展開力。はっ、そしてシンクロフュージョニストの効果によりブリリアントフュージョンをサーチ、さらにスカルテの効果により打点が上がり、ルイキューピットの効果でレベルを上げていく。そしてレベル2のビシキにレベル6となっているルイキューピットをチューニング、シンクロ召喚。現れろレベル8双剣大使石章効果発動。石章がシンクロ召喚に成功した場合の効果と、ルーキューピットがシンクロスライドして墓地を送られた場合の効果、さらにスカルレットの効果も発動。打点がアップし、ルーキューピットの効果で守備力が600くらいのモンスターを持ってこれる。そして石章の効果によりデッキから双剣カード1枚を手札に加えることができる。これによって双剣軍師龍炎を手札に加えていく。さらにスカルトの効果で打点が上がり、ルイキューピットの効果で謎の源流族モンスター、電脳のなんかリーリーとかいう意味不明なモンスターをサーチしていく。そして原獣機トークン一体でリンク召喚、現れろリンクスパイダー。さらにトークン以外のモンスターをリンクマーカーにセットしていく。リンク召喚、現れろ4体素材アルティメットアポロユーサー。パンツ見えますからね皆さん、よく見てください、よく見てください。ハイパンツ見えた、ハイパンツ完全に見ました。そして、フィールドまたはフィールドと墓地にシンクロモンスターが存在しているため、自爆超進化を特殊召喚できるぜ。このモンスターは特殊召喚に成功して、そして、自分のメインフィールド中に自爆神モンスターいたよデッキからサーチすることができる。これによって自爆神チャクチャルをサーチ、さらにブリリアントフュージョンを発動。ブリリアントフュージョンの効果によりジェムナイトモンスターと光属性モンスターをデッキから墓地へ送り、現れろジェムナイトセラフィー。そしてこのライトロードビーストウォルフは、墓地を送られた場合、効果で墓地を送られた場合自身を特殊召喚する効果と、ジェムナイトラルズリの効果により通常モンスターを回収する効果、これによってビーストを特殊召喚。そしてジェムナイトセラフィーが存在している場合召喚源が1回増えている。俺はブラックガーデンを発動し、これでフィールド魔法がフィールド上に存在する状態になった。あらあらろ2体のモンスターをリリースし、アドバンス召喚いけ、自爆神チャクチャルは召喚。そして召喚に成功した場合、自爆超進化の効果、自爆神モンスターが召喚に成功した場合相手のライフは3000になる。あちらにローズトークンが出ます。そして自爆神チャクチャルアの効果を発動、自分の守備力の半分のダメージを相手のライフに与える。そして双剣軍師龍炎の効果を発動、現実モンスターを墓地へ送り自身を特殊召喚、さらに投空を生成。そして、ブラックガーデンの効果はいっぱい発動されて相手のフィールド上にモンスターがいっぱい出るぜ。よし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 、いいぞ、これで準備は整ったと言っておこう。俺はレベル6の双剣軍師龍炎にレベル4の双剣特訓をチューニング、シンクロ召喚、現れろ双剣大将七星龍炎シンクロ召喚きたー龍炎の効果発動、シンクロスターになって墓地を送られた場合相手のライフに1200ポイントのダメージを与える。さあお前のライフは残り600、
そして七星流炎の効果は、相手がマジックトラップカードを発動したとき、または相手が特殊召喚に成功した場合、1200ダメージを与え、その発動したカードを除外するという効果を持っている。さあかかってこい、かかってきやがれかかってきやがれ、おら融合。なに双剣大蛇七星流炎さんの効果、相手が発動したマジックトラップカードをゲームから除外し、相手のライフに1200ポイントのダメージを与える。なに開幕だ、いいだろう、まあ、そのぐらいどうでも許しやろう、いいだろう、お前のライフは600しかないじゃ大丈夫か。さあ双剣大蛇七星流炎さんの誰も使ってね怒りのパンチを食らえ、うおらうおー七星流炎最強。なんかこんなことして捕まなきゃいけないモンスターなのかな、なんかあんまり出てこなくないですか七星流炎くん。まあ、双剣デッキそこそこマッチングするんですけど、なんかマジで双剣から七星流炎出てこないんだよな。なんか何でどこで使われてんだあのモンスターは。まあ、言うてね、多分なんかその出す場面があるんでしょうけどね、ある程度ね、なんかこのデッキにはこれが強い、七星流炎が強いっていうことがあるんでしょうけども、なんかやっぱ結局バロネス出てくるよね、バロネスか照英か。なんかマジで七星流炎出てくることほとんどねえんじゃねえかなっていう気してるんだけど、皆さんどうですか、ランクマで結構出てきますか。なんか僕のなんかランクマのなんかその調査が甘いのか、もうマジで誰も出してこないので、本当に影薄すぎ悪さって感じなんですけど。さあ、おらかかってこいよ、ほらおめえのライフが残り600だ、ほらライトニングボルテックスダニエル。まあお前は死ぬけどな、七星流炎の効果、七星流炎の効果によりお前の発動したマジックトラップカードを除外し、ライフポイントに1200ポイントもの大ダメージを与える。お前はもうこれで終わりだ、ダニエルダニエル。あれあれあっええバックやじゃん、なに貴様本物の双剣使うというのか、バカなバカなあっ、ついにウエンだ、ウエンさんだ、ウエンさんだ言ってたら出てきた、俺以外に使ってる人いたんだ。